トムロフトのレース場と飼育日誌。ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。10月19日、月曜日の朝です。ハトさん、おはようございます。おはようございます。今日の入り口の棚の上の1はハイゴマノオス。 これももう何回も掘ってますね花株も真っ白だし顔も元気そうだし状態は良さそうですね今日の糞の状態です2日間掃除をしてないのでうーん、糞がいっぱい床にあります餌箱でね、餌をあげましたんで餌箱があちこちに置いてあります今日の休車の中の気温です 9.8度、湿度85%、寒くなりました。車外を開始しました。今日の天気は曇りですね。まだ、こう、雲の隙間から青空が見えるところもありますけど、今日の天候は曇りです。もうなんとなく空気がひんやりですね。慣れない体が。 寒さをさらに増幅します鳩の方は今日は飛び出してから順調に急車の周りを周回始めてます今日の飛翔の高さはそんなに上がらないですね普通通りの高さですね標準的っていうかいつも通りの高さを飛んでます飛ぶスピード感はこれも普通ですねものすごくこう 勢いがあるという感じでもないし飛び出した直後の飛び方はあ十分満足いける内容になってます六時五十分になりました鳩はまだ飛び続けてますね四十分経過してますけど、えー、順調な射外をしてます 勢いはそんなにないですけどね今日の今飛び方は普通ですねやっぱりこう切れはないですねうんはないんですけども飛び方としては飛車をしてなかったのでその分やっぱり飛びたいなっていう気持ちは表れてますね今日は短い遠征に行っただけで。 ほとんどこの旧車の周りをこう飛び続けてます。2日間車外を休んだのでその影響もあるのかもしれないですね。まあこんな感じで、えーえー、車外をしてます。ただいまの時間は7時45分になりました。跡が降り始めたので撮影を再開してます。 今日の社外は6時10分で今7時45分ですから。今日の飛聴時間は95分ですね。2日間社外をやめた後のま社外としては？95分は長いなぁと感心してます。逆に2日間社外を休めたことが。鳥の？ リラックスにつながったのかもしれないですねただ車外の飛んでる姿はキレのある飛び方でもないし遠征にも短い遠征をちょこっと行ったきりなので内容としてはあんまり良くないんですけどもただただ普通に飛んでたというのが今日の車外になりました。 まあ早くスピード感がこう戻って勢いのあるスピードになってくれればいいなと思います。今日がまあ社外飛んでる理由として、やっぱり気温が下がってきたっていうこともあるかもしれないですね。柔度を切ってきたので。あともう飛んでてもうん飛びやすくなったのかもしれないですね。8時になりますので、そろそろ鳩を呼び込んで。 今日の車外を終了したいいと思います今日は2日間の休み明けの車外その休み明けの車外のわりにはあとは長時間飛んでくれましたまあ必聴内容としてはねキレのある飛び方ではなかったんですけどもまあまあ普通の飛び方をしてくれたんで、えー、状態は落ちてないなという感触を得ましたそれと秋レースの連合会訓練のスタートなんですけども 天候が悪くてずっと伸びていたんですけども明日持ち寄り、あさって放給ということで最初の訓練がスタートします放給地は天候がこう毎日コロ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 変わっちゃうんで放給者任せということで40キロから80キロぐらいの間、えー、お天気によって、えー、どうするかっていうのを 決めた内容になります。最近の天候は予報通りにはなってくれませんし、毎日雲の多い空ばかりでこればかりは朝にならないと分かんないというまあ困った季節になってます。はい、そんなことで、えー、今日のブログは終わりたいと思います。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。 えー、今日でも雨降らなければ500万画素に変えてご覧いただきたいなと思ってます。失礼します